天ヶ崎駅。天ヶ崎駅は、兵庫県天ヶ崎市塩江一丁目にある、西日本旅客鉄道 JR 西日本の駅である。神戸、宝塚、大阪、京都、京橋方面を相互に結ぶ、結接点で、優等列車のラクラク張マ、浜風、スーパーハクト、サンライズセト、出雲号を除く、各方面に向かうすべての営業列車が停車する。 アーバンネットワークおよび交通系 IC カードアイコカの利用エリアに含まれている。駅長が配置された直営駅で管理駅として福知山線の塚口駅と稲寺駅を管理している。隣の塚本駅との駅間距離は JR 神戸線内では最長の 4.3km である。JR 線内では兵庫県内で最東端の駅となる。 第4回近畿の駅100に選定された。JR 西日本では旅客案内上で独自の愛称路線名がよく使用されているが、上記では東海道本線が JR 神戸線の区間内に含まれている。また、福知山線も大阪駅、東海道本線所属から当駅を経て、篠山口駅までの区間が JR 宝塚線と呼ばれている。以下では、 新大阪駅を越えて運行される列車は、上記の形態を考慮して、JR 京都線系統として扱う。ただし、JR 宝塚線方面からの列車の内大阪、新大阪駅終着のものについては、塚本駅を通過することから区別し、JR 宝塚線系統として扱う。この他にも東海道本線支線。 北方貨物船の陶器場の終点となっているが、実際には東駅より一つ、大阪方の塚本駅の構内、東海道本線所属、厳密には東西線、鹿島駅の地上付近で本線に合流してる。なお、東駅の前後には、特定特市内制度における、大阪市内に属する駅、塚本駅と鹿島駅があるが、 大阪市内発着の乗車券で乗車している場合は、大阪市外にある当駅で途中下車しないことを条件に、東海道本線、大阪駅方面と東西線方面への乗り換えが認められている。東海道本線の当駅は、1874年、明治7年に、神崎駅として開業した。百九十一年、明治十四年には、 現在の福知山線の前身にあたる川辺馬車鉄道が天ヶ崎駅、後の天ヶ崎港駅伊丹駅間を開業させたが、東海道本線との交差地点には連絡線が設置されなかった。川辺馬車鉄道は1893年、明治26年に摂津鉄道となり、さらに摂津鉄道を買収した半角鉄道が有馬口駅、現在の生瀬駅まで、 延伸開業した1898年、明治31年、大阪駅乗り入れのために、半角鉄道の塚口駅と東海道本線の神崎駅を結ぶ連絡線が設けられた。天ヶ崎駅塚口駅間は、半角鉄道国有化後は、福知山線、国有化当初は、半角線と故障の支線として扱われ、天ヶ崎港線に港線と呼ばれた。 1911年、明治44年には、この支線上にも、神崎乗降場が、東海道本線との交差地点南側に設けられた。この時点では、神崎駅と別駅扱いだが、運賃上は、神崎駅と同一扱いが、東海道本線の駅とは、約300メートル離れていた。神崎乗降場は、東海道本線を越える、 地区の上に片面ホーム一面一線で設置されていた。1949年、昭和24年、町の代表駅としての実情を考慮して、天ヶ崎港線の天ヶ崎駅を、天ヶ崎港駅、神崎駅を、天ヶ崎駅に改称した。1969年に、天ヶ崎乗降場は当駅と同一駅扱いとなり、天ヶ崎臨時乗降場に変更された。 天ヶ崎港駅と天ヶ崎港線は1981年に旅客営業が廃止された後、1984年に廃止された。本線の天ヶ崎駅は駅西側に貨物駅を持ち、またキリンビールの工場や周辺の工場への専用線を持つなど、天ヶ崎市における国鉄の貨物取扱いが中心であった。1964年9月30日までは、 当駅で折り返す東海道本線の各駅停車が運転されていたが、翌10月1日の改正で、甲子園口駅まで延長された。当駅に停車するのは、各駅停車と福知山線の快速、普通のみで、東海道本線の新快速、快速は通過していた。特急、急行列車もすべて通過していたが、1981年4月の、 福知山線の宝塚駅までの殿下のに、急行、丹波が一往復停車し、1986年11月1日改正で、特急、北近畿に格上げされた後も、そのままで受け継がれた。JR 加護も大きな変化はなく、三面急線のやや変則的な廃線のままであった。しかし、JR 東西線の建設に伴い、 当駅が東西線との分岐駅にもなるため、配線の変更やホーム一面の増設、駅舎の協定駅か、地下通路は、廃止が行われた。以下、計画の概要、JR 西日本がまとめた、公演資料に基づき説明する、課題、効果といった事項も同様。最初の校内改良計画は1989年2月、運輸大臣より、 鉄道施設の変更認可を受けた。その内容は次のようなものであった。しかし、計画作成後、福知山線と東海道本線の輸送量が予想以上に伸長したため、社内で次のような問題点が指摘された。このため、最終的に決定した計画では次のような考え方が打ち出された。次のような制約条件、要求が求められ、改良に盛り込まれた。 改良工事は一駅に対する工事としては、比較的規模の大きなものとなり、大規模な切り替えだけでも22回に及んでいるが、1997年3月8日の JR 東西線改良に間に合わせることができた。この改良で、次のような課題が社内で意識された。このため、当駅の大阪方に JR 東西線東海道本線内側線を結ぶ渡り線が追加され、 1997年9月1日のダイヤ改正より使用を開始した。この改良で蒸気の問題は解決し、各ホームの行き先を統一した。また、一連の改良計画を扱った発表は、日本鉄道施設協会より、総合技術講演会最優秀論文を受賞した。最初の改良の以前、福知山線上り線は、駅成法の貨物線門北側を襲っていた。 最初の計画でもその経路を踏襲していたが、計画変更を行った際、貨物線群南側を回り込む下り線に並行する形に変更された。このため、上り線は、駅西北の名神高速道路南側の地点に、半径304メートルの曲線が設定された。半径300メートル程度の曲線は、日本の在来鉄道としては珍しいものでは、ないが、 2005年4月25日に JR 福知山線脱線事故が発生した後にはマノカーブとして事故当初から一部マスコミがこの経路変更を問題視した。5年後、遺族団体が鉄道事故調査委員会の調査報告を検証する過程で当該区間の運転経験がある運転士にアンケートを行った。このアンケートに回答したものの21.5%が 速度超過の経験があったことや41.5%が事故前より当該のカーブへ ATS を設置するべきと考えていたことなどが明らかになっている。ダイヤ面からは改良工事ごと駅での折り返し列車が復活し JR 神戸線の新快速、快速に加え福知山線の特急も全列車停車するようになった。このことで 乗降客はさらに増加基調が続いた。貨物取扱いは専用線の廃止やキリンビールの工場の移転などもあって、後に廃止されている。かつて当駅は JR 貨物の駅、国鉄時代は貨物取扱駅であり、駅周辺の工場から多くの専用線が当駅に接続していた。専用線は、久保田阪神工場、神崎製紙神崎工場、キリンビール、 天川崎工場、住友継続工業工場へ続くものがあった。このうち最後まで使用されていたのは、駅東側にある、神崎製紙、当時は新大寺製紙、現在の大寺製紙、神崎工場へ続く専用線であった。この線は、東海道本線の北側に沿って東へ向かい、本線の森土下を通り抜けて、その南側にある工場へ至っていた。 主に有害者による紙製品の発送で使用されていたため、当駅から飯田町駅へ向かう貨物列車も運行されていたが、コンテナ化により1995年、平成7年9月29日の発送をもって、専用線は廃止された。これに伴い、当駅を発着する定期貨物列車も廃止された。定期列車が廃止された後も、阪急電鉄が保有する。 専用線が付設されていた。立花駅寄りにあるアルナ工機が製造した鉄道車両の搬出用に使用されていたが、2001年、平成13年11月の発送をもって廃止された。島式四面八線のホームを有する地上駅で、京上駅舎を有する、南北の自由通路を挟み東西に、改札、東口、西口が配置されている。 改札内には JR 西日本の子会社が経営する書店やカフェ等が設けられ、改札外には調剤薬局、一部改札内からも利用可能、セブンイレブンハートイン等が入居している。3路線ともに方向別にホームが一つ以上割り当てられており、有効庁は全て12両編成分。ホーム間は古線橋で連絡している。 乗り入れ路線の項にあるように、大阪方面は直通運転先の路線名で記載する。上記の他に、8番乗り場の北隣にもホームのない、対比線、9番線がある。JR 神戸線の本線は、外側線が1.8番線、内側線が4.5番線となる。JR 宝塚線及び、JR 東西線の本線は2.7番線である。いずれも、 日中の1時間あたりの運行本数である。また朝晩は本数が多くなり、当駅発着便の設定もある。新快速と快速がそれぞれ4本と普通が8本の、計1 6本が停車する。普通は当駅で半数が入れ替わりとなる。JR 京都線、JR 宝塚線電車と JR 東西線、JR 神戸線電車が相互接続上りは、 JR 神戸線 JR 京都線の電車は、後の快速電車よりも大阪駅に先に到着する。下りは JR 東西線 JR 神戸線の電車は、後の快速電車よりも芦屋駅に先に到着する。内側線経由の快速電車は、下りは神戸駅に先に到着する。上りは大阪駅、高槻駅に先に到着する。快速。 区間快速、普通がそれぞれ4本と特急、河野と1本の、計13本が停車する。快速は、大阪駅発着系統、宝塚駅発着系統、篠山口駅発着の、丹波路快速が2本ずつである。東西線直通の区間快速は次の塚口駅で折り返す。宝塚方面。 新美大気の下り普通は当駅を出ると、川西池田駅に先に到着する。区間快速、普通が4本ずつの、計8本が停車する。いずれの種別も、JR 東西線内は各駅に停車し、区間快速及び朝晩の快速は、京橋駅から先の学研都市線内でのみ、通過運転を行う。普通電車は、駅、駅まで、 後続の区間快速よりも先に到着する。区間快速は JR 東西線内の各駅に停車し、直通先の学研都市線、京橋駅市場縄定期間では途中放出駅、隅野道駅のみに停車す。JR 東西線内は全列車が各駅に停車するため、塚口駅始発を除く JR 神戸線、JR 宝塚線からの直通列車は、当駅で、 学研都市線内の種別、列車番号に変更する。塚口駅終着を除く JR 東西線から両線に直通する列車は、京橋駅で種別、列車番号が変更されている。2017年、平成28年度の1日平均乗車人員は45,439人で、尼崎市内の駅としては最多である。JR 西日本の駅では、第18位で、 兵庫県内の JR 西日本の駅では、三宮駅、神戸駅、明石駅、姫路駅、元町駅に次ぐ、第6位である。ここ20年は、増加傾向が続いており、2010年度に4万人を、上回った。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。阪神バス、甘笠市内線などが乗り入れ、 主に市内各地へと向かう路線が発着している。以下、突起しないものは、阪神バスが運行する。阪神バスの乗り場は、北口と南口に3カ所ずつあり、1から3番乗り場が北口、4から6番乗り場が南口にある。また、阪神バス以外の乗り場は南口に2カ所ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。